オールズモビル。オールズモビルは、ランサム・ E ・オールズが、1897年に、アメリカ合衆国ミシガン州のランシングに設立した、自動車メーカー、オールズモーター・ビークル・カンパニーの地、ルズモーターワークスの略称である。1908年11月からは、現在のゼネラルモーターズ・コーポレーション社の、前身企業である、ゼネラルモーターズ・カンパニーに買収され、 自動車ブランドとなり、107年間使用された後、2004年に廃止された。ランサム・イー・オールズは、オールズ・モーター・ビークル・カンパニーを1897年ミシガン州、ランシングに創立、四輪自動車の生産を開始、この年すでに4人乗りを作っていた。1899年に、サミュエル・スミスにより、会社が買収され、 オールズガソリンエンジンワークスと合併し、オールズモーターワークスとなる。会社はデトロイトに移り、スミスが社長となり、オールズは副社長兼事業部長となる。ここにアメリカ初の自動車専用工場がデトロイトに誕生する。1901年にダッシュボードが美しいカーブを描いているカーブドダッシュオールズモビルの生産を始める。同年、アセンブリーライン利用による 初の大量生産を始める。二番目は、ランブラー。三番目はフォードが、初期の A 型で行った。フォードは後にベルトコンベアを使用してこの工程の、効率を上げ T 型を生産した。スミスと、たびたび意見が違っていたオールズは1904年に、社を離れ、ミシガン州ランシングに、RE オールズモーターカ,ーカーカンパニーを設立するが、オールズモーターワークスの卒位を恐れ、社名を、 REO モーターカンパニーへ変更した。オールズはここで社長となり、自動車の開発生産を続けた。ビリー・デュラントを中心として、現在の GM の前身となる、ゼネラルモーターカンパニーが1908年9月16日に創立され、同時に1903年創業のビューイックを参加とした。オールズモーターワークスは1908年11月12日に GM に売却され、 GM の2番目の自動車会社となった。ランサム・イ・オールズ自身は、当時、すでに、オールズモビルを離れて、REO 社の経営をしていた。デュラントの元では買収されたそれぞれの自動車会社は、従来通りに近い独自の開発が行えていたが、フォード T 型により、アメリカの自動車市場が設計された。最初の経営危機の際、会社を去ったデュラントは、ルイしボレと組み、 大衆向けブランドであるシボレーの生産を開始した。フォードキー型よりもパワーがあり、デザインの良い、この車は大ヒットし、株価が高騰した折に、GM 株との株式交換にて、GM 株の過半数を取得し、デュラントが再び GM に返り咲くことになった。ところが、すでに時代は変わっており、拡大一辺倒の彼のやることは裏目に出ることが多く、 同時に多くの有能な人材、ナッシュ、リンカーン、クライスラーは、その時会社を去った人によって創業されたことからも、その損失の大きさがわかるを失い、再び経営が悪化した。そして、デュポン参加に入り、GM に買収された、ベアリング会社出身のアルフレッド・スローンが社長となった1920年代以降は、は GM 流ブランドマーケティングに組み込まれ、 階層型のブランド構造の中の一ブランドとして統一され、従来のオールズモビルとしての特色は薄れていった。GM 参加のブランドとしては、スポーティーさを全面に出し20から30代をターゲットとしたポンティアックと40から60代をターゲットとした上級ブランドであるビューイックの間に位置するファミリー層から中高齢層を 主なターゲットとする保守的な中級ブランドとされ、フルサイズからミドルサイズの車となった。その後の1940年代から1960年代のアメリカ車の黄金期にかけては、ビュイックやポンティアックと共通のシャシーやエンジンを多用しつつも、デザイン的にも機能的にも GM の中でも試験的な用を積極に取り入れ、走る。 実験室と言われるほどに新技術を最初に搭載するブランドとしても知られていくようになった。1939年には全自動変速機ハイドラマチックを世界で初めてオプション装備し、1949年モデルは GM 中級車の中でいち早く大出力 V 型8気筒エンジンを導入、1960年代初頭にはターボチャージャー装備モデルを導入するなど、 先進性では GM 社内においてキャデラックと並ぶものがあった。その頂点と言えるのが1966年に発売されたトロネードで第二次世界大戦後のアメリカ車としては初の、そして当時の大型主犯者としては世界で唯一の FF 車であった。5メートル50センチを超える全長にリトラクタブルヘッドライトを採用したその得意なデザインとともに、 オールズモビルの先進性を象徴するモデルとして脚光を浴びた。また1970年代のオイルショック後には GM の大型車用として最初のディーゼルエンジンが両半車種の88などに投入されその性能の高さが高い評価を受けた。しかしオイルショック後の小型化とコスト削減に伴うバッチエンジニアリング化の波の中でその先進性を活かすことができず 1980年代前半以降は、ビュイックのバッジエンジニアリングマンのな保守的なモデルが多く、存在意義が薄れそれとともに販売は低迷していくようになった上、顧客の平均年齢層の上昇という課題も抱えるようになった。しかしそのような中でも、カトラスシエラのような堅実なデザインを持つ中型セダンが月に1万台以上を、 コンスタントに売り上げ、ブランド全体の販売台数を支えたほか、空力的なデザインを採用した、カトラスシュープリームクーペや、オーロラ、同じく空力的なデザインを採用したミニバンのシルエットのような意欲的なデザイン歴を吐いていた。さらに1980年代中盤からは、アメリカのモータースポーツの中でも最も高い人気を誇るナスカーに、 カトラス・シュープリーム・クーペで参戦するなど、先進イメージのアピールと、若年層の顧客の取り組みを行うなど、販売台数の向上に向けて様々な取り組みを行った。アメリカで最も長い歴史を誇る自動車ブランドであり、1896年設立、中高年齢層の保守層を中心に、一定の支持層を確保していたものの、GM 内において、サイレン・カレンジを担う。 ジオブランドの登場により上級移行してきたシボレーや、かねてから上級に位置するビュイックとのブランドの差別化が明確でない上に、アメリカとカナダ以外での販売が行われていないことから、そのポジションが危ぶまれていた。さらに、アキュラやレクサス、インフィニティブランドの登場をはじめとする、1980年代後半以降の日本車の中高価格帯への移行の影響をもろに、 受けたことや、1990年代に登場した GM の新ブランドである、サターンのように若い工学歴なホワイトカラー層や、若年ファミリー層の支持を受けられなかったこと、1990年代以降は販売台数の低迷が深刻化していた。販売台数低迷を打破するとともに、ブランドイメージの刷新を目論ろみ、1990年代以降は SUV の ブラバダを導入するなど様々なテコ入れが行われたもののその後も販売の低迷には歯止めがかからずその結果2000年に発表された GM の大規模リストラ計画に基づき段階的に縮小2004年に消滅し一部の車種はビューイックに移転させ107年の幕を閉たこのブランド名は創始者でアメリカの自動車の天才と言われる ダンサム・イー・オールズに由来するもので、古い車という意味ではない。オールズは後会社を離れ別の会社、REO 自動車を設立し活動する。オールズと離れたところで、オールズモビルという名前は宣伝され続けていたが、アメリカ人は、ダンサム・イー・オールズをアメカの自動車の天才と呼び、尊敬した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。